何よそれ。頭良くなるのは私だけなんだからね。トンネルに近づいた人ってその後どうなったわけ？うい、マジモンじゃないのよさ、それ。風見さんが言うとどこまでもリアルに聞こえますね。どうせユージが怖がらせようとして嘘の設定を後付けしてんでしょ。実際は何事もなくピンピンしてて今でも連絡取ってるとかそういう。いや嘘、テンプレでいいって。嘘って言ってよ、嘘って。怖がってるのか喜んでるのかわかんねえ反応なのよさ。ミチル様はびっくり箱のようですね。まさに文字通り。救いないわ一切。やっぱり呪いとかそういうのが関係しているのでしょうか。でもお医者さんが見ても何もわからなかったんでしょう。ああもう、だから怖いってそういうの。持病あるとか、そういや半年ぐらい前から設計してたとか、そういうソースないのねえ。うおわよ、怖くなんかないわよ。びっくりしたのよ、怖いのよ。ミチル様、落ち着いてください。結論が時計の針のごとく元通りに。だってマジじゃんこいつ。普通は気を使ってもうちょい緩い話にするのに、容赦一切なしで優しさかけらもないし。まあいいじゃないか。チルチルがここで恐怖のあまり失禁したとしても、みんな何事もなかったかのように振る舞う優しさは用意しているのよさ。失禁しねえよ。あとそれ優しさじゃないから、残酷だから構え。
お疲れ様でした、皆様。なんだかんだ言って最後のユウジ君のが一番怖かったわ。風見さんの話は虚飾がない分だけ本物っぽく聞こえましたしね。ちょっとやめてよ。最後は嘘でしたで終わっておくのはせめてもの優しさってもんでしょ。信じるわよ。ちゃんと言うなら信じるから。え、あ、やっぱ無理。信じられないわよ。なんとかしてよ、洗脳してよ、そういう機械持ってきてよ。そういや、今日は見かけなかったわね。さっちゃん見た？いえ、今日は学校では見かけましたが、寮では見た記憶がありません。私はちらっと見たけど、すぐに部屋へ引っ込んじゃったから、その後はわかんないのよさ。いや、あの子って別にそこまでこういうイベント嫌いじゃないわよ。まあ積極的に参加してるかというとそうでもないけどね。でも参加しておかなきゃって意思みたいなのはあると思う。そうね、普段みんながここで集まってる時もあそこに背中くっつけて立ったままで話聞いてたりするもんね。はい、だから今日この場にいないことは比較的異変のように感じます。ユミちゃんは分かりやすいテンプレみたいなクーデレだから照れてんのよさ。お兄ちゃんがちょっとスケベ心出して突っ込んだら、だってそんな恥ずかしいじゃないって速攻落ちるに決まってるのよさ。はい、それぐらいの対応はあってしかるべきではないかと思います。榊さんは精巧なロボットのように的確なクーデレぶりを常時発揮されますし、今回の一件もそれに起因するものであるのはもはや明白であると思われます。私なんか今すごくユミコに同情しちゃったわ。同情？なんで？ひょっとしてチルチルも分かりやすい属性持ち同士、その辺は分かり合える部分があるとかそういうの？同族意識？チームプレイ？
を背けてねえで言うのよさ。うっせえ、あんたのそういう必要ないじりに同情するって言ってんでしょうが。大きな声を出さないでください。ミチル様、急に大声を出すとお体に触ります。私は無鉄砲に生きるミチル様が心配でなりません。サチもなんかな、なんかな、そういうの。気のせいかしら。危なかったのよさ。はい、さすがに勘が鋭いですね、榊さんは。生態を調査するのよ。どうかしたのよ。結局何一つ分かりませんでしたね。感じられなかったのよさ。ロボットっぽいというか無機質な感じがしたのよ。はい、あれではまるでサイボーグのように思います。
そういえば喜怒哀楽とはちょっと違うのですが。榊さんがびっくりしているところを見たことならあります。榊さんにはかなり不本意な話だと思うのですが、そのカップ焼きそばをですね。はい、オヤングのソース焼きそばです。湯切り楽々ホールが標準搭載、熱湯3分。あのカップ焼きそばって湯切りをするじゃないですか。お湯を捨てた時にシンクが熱湯に反応してボンって音を立てるの、わかります？はい、それで同じことを榊さんがして、私は後片付けをして帰ってきました。私も見てみたいのよさ。それは湯切りの話でしょ。別の方法だったらいいのよ。ユミちゃんを待ち伏せして驚かしてやればいいのよさ。面白そうだけど、榊さんをひどく怒らせることになるんじゃないのかな。私だけでやるから大丈夫なのよ。バレないようにやるから平気なのよさ。そろそろ帰ってくる。はい、あと2分ほどで玄関に到着します。これであとはターゲットが近づくのを待つだけなのよさ。万全なのよさ。お兄ちゃんはそこで高みの見物を決め込んでおけばいいのよ。ユミコが驚くこととか本当にあるのかしら。って、なんでチルチルもいるの？え、いいでしょ。気になるから来ただけよ。
さ。何？停電？困るわね。おそらくターゲットはそのビビリの性格ゆえに、停電で真っ暗闇になった今は。一度安心すると普段以上に緊張が緩むのよさ。マジ驚きじゃない？どれどれ、どんな顔してる？エッチな顔とかしちゃってる？あんた鬼だわ、本当に。ちょっとチルチル、もうちょっと見せてよ。ここだとあんまし見えない。ヨミコ、どうしたの？停電しちゃったみたいね。急な停電だったからびっくりしたのよさ。やりましたね、お見事です。作戦は大成功。どういうことかしら。いや、これはね、ちょっと理由があって。うん、チルチルがやろうって言ったんだよ。おま、濡れ衣。チルチルも楽しんでたんだから同罪だよ。粛々と無所暮らしするがいいのよさ。だったらあんたも罪を償えよ。あたし一人悪者でしょ、今の言い方。
そう。何が目的かわからないけど、あなたたちが仕組んでいたのね。報復は覚悟の上ということで、いいのね。あ、落ち着いてください、榊さん。私の方めがけて追っかけてくる。ちょっと、いやん？誰かさんに下劣なドッキリを仕掛けられないよう、早めに学校へ行くことにしたのよ。これ以上、私に何の恥をかかせる気なの？わかったわ。じゃあ手短に言ってちょうだい。そうみたいね。別にあなたに直してほしいところがあるわけじゃないわ。うん。私、怖い話とか嫌いなのよ。そんなに意外そうな顔を向けないでくれる？あなたの言う通り、別にあそこに集まったりするのが嫌なわけじゃない。けど、いいでしょ？人には苦手なものだってあるんだから。